シャバハウジングエリアチシャバハウジングエリアの隊員用、高層住宅キャンプフォスター、あるいはキャンプズケランは、沖縄本島中部の沖縄市、宜野湾市、茶谷町、北中城村にまたがる広大な地域に位置する、米軍基地で、在日米軍海兵隊の沖縄県における、中枢機能を有している施設。沖縄戦で戦死した、ウィリアム・アドルバート・フォスター海兵隊一等兵にちなむ、 キャンプコートニーと並ぶ在日海兵隊の中枢機能を有している。基地運営業務及び射撃場、訓練場などの施設管理を任務とする広報支援部隊と実戦部隊が駐留する海兵隊の主要施策を担っている。1972年の沖縄返還協定で一家の二つが統合された。さらにキャンプ付け欄は大まかに四つのゾーンに分けることができる。 司令部事務所のほか、弊社や住宅、小中高校、消防署、郵便局、銀行、PX、診療所、娯楽施設、運動施設、教会など、日常生活に必要なものが揃っており、一つの町を形成している。キャンプづけランではまた定期的に、有害廃棄物処理及び緊急対応の演習が行われている。化学物質の物理的特性。 および除染の実践について40時間5日間の集中訓練など、キャンプ付けランには消費工場が2つあったことが確認されている。沖縄で重剣とブルドーザーによる土地の強制接収が進行中であった1950年代に、米軍はハウジングエリアも整備拡張していた。百五十三年頃のキャンプズけランの米軍住宅百五十三年頃のキャンプ、 ズケランの米軍住宅1975年まで在中アメリカ陸軍の司令部が置かれていた。キャンプズケランは陸軍基地時代の故障であるが沖縄県内の自治体や報道では現在もこの名称が使用されることが多い。歌詞館のための住宅地区沖縄本島中部の中央に位置し、茶丹町、北中城村、宜野湾市、沖縄市、る間市にまたがった広大な面積を有する。 県で七番目に大きな米軍施設である。琉球米軍司令部下でないなの基地、返還計画左から普天間飛行場、キャンプズケラン、キャンプクワエ、陸軍貯誘施設第一クワエタンクファーム、カデナ基地と、米軍基地が平地部分を占有している。茶谷町は、米軍の上陸地点となり、沖縄戦から現在に至るまで町土の大部分を、米軍用地に接収され、 現在も町面積の約54%が占有され、住居区域も大きく東西に分断されていた。そのため西海岸一帯の米軍基地の返還は町の悲願であった。まず最初に1981年に西海岸地域の細長い辞書ハンビー飛行場とメイモスカラー射撃場の返還が実現した。ハンビー飛行場はキャンプズケランの一部で、 現在のキャンプ付け欄から合衆国1号線から西海岸までの細長い地域に構築された。返還跡地は北前地区と地区各整理事業が実施され、荒破海浜公園などの公共施設や三栄半 B タウンなど大規模商業施設などが建設された。返還による経済波及効果は1991年から2002年までの12年間で1726億円。 固定資産税は357万円から2億8600万円と81倍に増大。返還前の100人から2000人の雇用喪失となった。三浜タウンリゾート、アメリカンビレッジ1981年に、ハンビー飛行場と同時に、名スから射撃場が返還された。キャンプ、クワイの西側の国道58号線を挟んだ、非常に細長い地域である。 23億円かけて土地区画整理事業を進め、商業施設を中心とした都市計画で、1996年から2002年の7年間で、経済波及効果は402億円。固定資産税だけでも192万円から1億8500万円と56倍に増大した。町が主導となり、西側の三浜地区埋立て整備を行い、 ミハマタウンリゾート、アメリカンビレッジが建設され、その後、チャタンフィッシャリーナ整備事業も進めた。2002年1月29日、メモスカラー射撃場跡の店舗拡張工事現場で、市中から大量のドラム缶が発見された。腐食したドラム缶からは、タール状の油が流れていた。ジャーナリスト、ジョン・ミッチェルの取材で、ある退役軍人が、カルハザイエージェントオレンジを、 半尾飛行場に埋めたことを証言した。1969年、沖縄から南ベトナムへ向かう米軍の輸送船が那覇近くで座礁し、回収したドラム缶が埋められるのを目撃したという。合わせゴルフ場の移設合わせゴルフ場は、キャンプズケランの東端、北中グスク村にあった。新規のゴルフ場が、カデナ弾薬小畜の東端、うるま市に作られた。 アメリカ陸軍合わせメドーズゴルフ場は1946年に設立された。イオンモール沖縄ライカムとフロアの巨大水槽キャンプ、ズケランの東端に合わせゴルフ場という在日米軍専用のゴルフ場があった。他に、米軍ゴルフ場は、カデナ基地のバニアンツリーゴルフ場と、チバナゴルフ場がある。1946年に沖縄初の米陸軍ゴルフ場としてスタートした。 合わせメドーズゴルフ場は1948年にはサンドグリーンの9ホールのコースを完成させていた。1953年には米陸軍はコースを18ホールに拡大し国際的なゴルフコンペも開かれるようになった。1960年には砂から芝生のコースになった。1976年には米海兵隊が管理を引き継いだ。 複数の大規模なトーナメントが開催され、また地元では、米軍関係者や、米軍の許可を受けた者の,のみが使用できるという特権制であった。1988年4月、西目淳次知事が広大な敷地を占有するゴルフ場の返還を要請し、1996年3月、日米合同委員会で返還が合意される。それは、カデナ弾薬庫地区の東側に、 日本側が新しい土地と新設ゴルフ場を提供するという条件付きの変換であった。日本側が海兵隊に提供する新しいゴルフ場は、カデナ弾薬庫地区の旧東女弾薬庫で、海兵隊によると、合わせゴルフ場は5765ヤードで110エーカーであったが、日本が 米軍に提供する新設のゴルフ場は6800ヤードで247エーカーという格段のグレードアップで海兵隊 HP は太陽ゴルフクラブを合わせゴルフ場より何光年も先を行くゴルフ場と呼んでいる合わせよりもグリーンは75%も広くなり2階建ての家事の併設のクラブハウスや練習場も建てられた 2009年9月に完成し提供された。太陽ゴルフコースのプレートには、この施設は受入国負担事業として、日本政府が建設し、アメリカ合衆国に提供するものであると記されている。2010年7月31日には、合わせゴルフ場が返還され、2015年、その返還地の半分を占める5階建ての多機能複合型ショッピングモール、イオンモール、 沖縄ライカムがスタートし2016年には中部特集会病院が開院された。西普天間住宅地区は2015年に返還された。1996年12月の沖縄に関する特別行動委員会 SACO 最終報告において、岐野湾市部分のキャンプ付け欄、つまり西普天間住宅地区は2007年度末を目途に返還することが合意された。 ギノワン市土地権者は後地利用の準備を開始し、2003年に町づくり計画を策定したが、実際には返還されなかった。2013年に日米政府が公表した沖縄における在日米軍施設、区域に関する統合計画において、西普天間住宅地区は2014年かまたはその後に返還されることが示された。 同年、県都市と琉球大学が跡地を国際医療拠点とする新案を発表し、また、普天間高校の移設や住宅地開発案を盛り込んだ新案を発表した。2015年3月、西普天間住宅地区が返還され、不発弾探査や建物の除去などの支障除去措置が完了し、2018年3月31日に土地所有者等へ引き渡された。 2018年、この土地整備の過程で基地の下から100年前の普天間宮から伊佐方面に続く普天間急道跡が姿を現した。道幅が4.5メートルもある、まっすぐに伸びた石灰岩の道で、技能安市には1915年に道路改修工事の入札広告が出されたことが記されている。沖縄線の破壊を免れ、 米軍に接収される前の当時の繁栄を今に伝える重要な意向であり、跡地開発では住宅と道路像に指定されているが、意向の保存を望む声は大きい。約10ヘクタールのキャンプ、ズケランク倉庫地区の一部の返還は2020年に完了した。史跡、茶ン城が面積の6割を占める米軍の施設技術部地区。2012年4月27日 SCC。 共同発表の時点では含まれていなかった白、氷川沿岸区域も追加されての変換区域となった。海兵隊の福利構成業務を行う MCSS 庁舎の移設が完了し、2020年3月31日に変換されることが決まった。この10ヘクタールのうち6ヘクタールを茶炭城の移行が占めている。茶炭城は、首里城跡、泣き神城跡、糸数城跡、 南山城跡に次ぐ大きさのグスクと見られており、そうした史跡が沖縄戦から75年目にしてやっと変換された。町は国指定史跡を目指している。キャンプズケランで危険物緊急対応訓練に参加した後、除染を受ける海兵隊員過去から近年まで油の流出事故が数知れず起こっている。次に挙げるのは主なもの。ありがとうございます。